ボールが入ってついてるのは辻です。再び小西でユトフとのコンビでペイントにタッチしながらブロックアタック。海藻と220センチ、しかしボールを返して小沢の、ただ海藻選手がどれくらいディフェンスあるかなっていうところをしっかり見てると思いますね。辻は中で勝負をするパスでした。そして海藻との高さを生かしたアシスト、このディフェンスのヘルプサポートを誘発させたくないですよね京都は。そして1本目来ました。名誉ファウルはありません。ちょっと押したように見えたんですけどね。ハイショット中谷、これが見たかった広島のファン。ハイピードを生かして小西から、あ、そしてブロック、ハイショットファウルはありませんでしたが、ワイドオープンでした。いや今日来ないですね。ゾーン継続ですね。そしてハイショットに入りますがブロックに行くユトフですが高さがあります。いや、日スモールフォワードの選手が多かったりするんですけど、やっぱ届くんですよね、今の広島は。さあ、ハイソット、ここは中でアタックする、エンドワン。この合わせといって、人の動きの中でこう自分のスペースを見つけながらプレーするってことが多かった。0番と11番のマッチアップ、マーフィー、ブラクシアから名誉がいます。名誉からアルブラタ、ハイソットダンス。